愛媛マラソンにエントリーしている砥部町の福田七郎さんです。84歳です。13年の9月の21日生まれですかね。福田さんは今回エントリーしているランナーの中で最高齢。びっくりしましたね。84歳には見えない見事な走りっぷりですが、実は福田さん、ランニングを始めたのは60歳を過ぎてからとのこと。走り出したらなんとか走れるようじゃないかなと思って、あの10キロ何回かして、でハーフマラソンに出て、その後練習を重ねてフルマラソンに挑戦。全国のマラソン大会に出場し、愛媛マラソンも5回完走しています。しかしもう去年でもうやめようと思ったんですけど。実は福田さん、去年の59回大会を最後にフルマラソンを引退しようと思っていたのですが、大会が中止に。今度はもう年だから完走できないと思ったから、どうしようかなと思って考えてたんですけどね。しかし県外に住む2人の娘さんが福田さんに内緒でエントリー。当たったって言われた。いや走らないって言ったんですもう練習もしてないし、子供たちが5キロでも10キロでもいいから走れって言うんですよね。走るのに意味があるから走れて、だからじゃあ走ろうかなって言ってぼちぼち練習してるんですけど。エントリーを決めてから週に 2、3 度10キロから20キロの走り込みを続けています。まあ調子よかったら完走は本当はしたいんですけどね、走った以上はね。御年84歳、チャレンジ精神あふれる最高齢ランナー、最後のフルマラソンに挑みます。